レッドフィンレッドノーズは、濃い赤の淡水魚である。総部遺族は一絵型である。ミャンマーの固有種で、インレイ湖とその周辺の湖沼に生息する。生息地は、熱帯地方だが夏でも冷涼なシャン高原の標高900メートルの石灰岩自体にある。最大で全長35ミリメートルになる。鱗が全くない。生魚のオスは、体色が虹色の光沢がある。 銀青色で花先と尻びれの上下端が赤色。メスと稚魚は体色が灰色で肛門の側に黒縁がある。プランクトンを食べる。水温21摂氏25度。水質が中性から弱塩基性で中高水から高水の環境を好む。繁殖形態は卵性で複数のペアが集まり一斉に産卵、放製する。卵は水草の葉の裏に産み付けられる。 生息地では、観賞魚としての捕獲による影響を受けていると見られる。また、グラスフィッシュやティラピアなどの外来種との競合や、非食のほか、水質汚染や、干ばつも、個体数に影響を及ぼしていると考えられる。観賞魚として飼育されることがあり、日本にも輸入され流通している。温和で群れをなして泳ぎ、他の魚と混泳が可能である。水質の変化に敏感で飼育には、 ある程度の知識や経験が必要とされる。ありがとうございます。